鈴木教育ソフト株式会社は、静岡県浜松市に本社を置くソフトウェア開発会社。教育ソフトウェアの老舗で、現在でも国内トップシェアを誇る。小学校向け教育用統合ソフト、キューブキッズや中学校向け教育用統合ソフト、キューブネクスト、公務支援、システム、鈴木公務シリーズなどのソフトウェア製品を開発、販売している。また、近年では、 タブレット端末の教育現場での普及を受け iPad 用学習支援ツール QB の開発、販売も行っている。同社教育用ソフトウェアは多くの小中学校に採用されているほか、運営する全国小学生キーボード検定サイトキーボーシマアドベンチャーは年間20万人の小学生が登録、全国の小学校での情報教育に利用している。最近では 2020年から全国の小学校でプログラミングが必修化されることに伴い IT コンソーシアムである Windows デジタルライフスタイルコンソーシアム、学研プラスとキャンペーンを行っているキーボーシマアドベンチャーキーボーシマ活用実績のお知らせ鈴木教育ソフト2019年8月16日閲覧キーボーシマアドベンチャーマガジンボリューム1プロジェクトリーダーが語る 全国小学生キーボード検定サイトの意味、鈴木教育ソフト、2019年8月16日閲覧。キーボー締まり用状況、メディアと教育を考える。堀田達也東北大学大学院情報科学、研究科メディア情報学講座、2019年8月16日閲覧。2020年度小学校プログラミング、教育必修課前最後の夏休み。 学研プラス、鈴木教育ソフトとコラボした夏のキャンペーンを実施。Windows デジタルライフスタイルコンソーシアムのプレスリリース。Windows デジタルライフスタイルコンソーシアム。2019年8月16日閲覧。ありがとうございます。